ご視聴あざます。 C です。今回は福永克也活動終了のお知らせについてまとめました。都知事選のため一時帰国していた福永氏、その帰国期間中に彼による時短メール問題に進捗があったので解説させていただきます。まず福永氏の日本滞在期間ですが、おおむね6月中旬から末頃までいたようです。そしてその間に今までとは別のアカウントに時短要求をしたようですね。その滞在期間については問題ないんですが、その間の福永氏の活動については若干今までとは違う動きを見せています。それではその点に焦点を当てて気になる投稿をピックアップしていきましょう。まず福永氏の時短要求メール文を部分抜粋して紹介しますね。本メール送信後2週間以内に何らご返答がいただけない場合には速やかに訴訟手続きに入らせていただきますが、氏が確認した限りでは時短メールを受け取った皆さん全員同じ文章でした。つまりテンプレ文章コピペだったんでしょう。とりあえずここでは返答がない相手は速やかに訴訟手続きに入るということを覚えておいてください。次に福永氏が日本に帰国する前の段階のポスト、提訴はエベレスト後に数十件単位で一気にします。次に日本に帰ってきた後のポスト、追加の開示請求を合わせて10件ちょっと一気に申し立てしたんだけど、はてはて、帰国前と帰国後で内容は提訴から開示請求、件数も数十件から10件ちょっととかなりグレードダウンしてますね。じゃあ数十件単位の提訴はしてないのでしょうか。水はそうだと判断してます。水が実際に調べた範囲では少なくとも今年に入って福永氏が提訴した形跡は1件も見つかりませんでした。氏が見つけられなかっただけの可能性もあるかもしれませんが、あの余計なことまでベラベラ喋る福永氏のことです。実際に提訴したなら聞かれてもないのに実績マウントを取るでしょう。雪谷氏もここぞとばかりにドヤ顔でポストするでしょう。つまり実際に提訴は一件もしていないと判断します。ではなぜしてなかったのか、滞在時間が短かったから時間が足りなかった、それもないです。福永氏は試合に開示請求が必要なら手伝いをすると言ったり麻雀の誘いに乗ったりしてます。時間が足りなかったということはないでしょう。改めて言いますが、福永氏からの時短期限である2週間を過ぎた場合には速やかに訴訟提起に入ってしまうはずなのに訴訟に移る様子が見られません。そしてそのまま自身の発言の訂正もせずに海外へ行ってしまってます。ということで結論、福永氏リーガルバトルを起こす気ないよね。さて今回の時短要求ですけど、過去水の動画でお伝えした内容とは若干異なります。何が異なるのか、氏は7月2日の段階で X で福永氏による時短要求の情報を募りました。その結果時短要求が来たという方からリポストや DM で相当数の情報を得ることができました。情報提供していただいた方々ありがとうございました。ここで一旦開示請求からリーガルバトルに至るまでの流れをおさらいしましょう。レンちゃんよろしく。ある投稿に対してリーガルバトルを起こしたい場合はまずその投稿先に対してアクセスログの開示を求めます。これがコンテンツプロバイダ開示、いわゆる CP 開示というものです。そして CP 開示が成功してアクセスログを入手できた場合、そのログから発信者の情報開示を求めます。これがアクセスプロバイダ開示、いわゆる AP 開示というものです。こうして AP 開示が成功することで訴訟相手の情報が手に入るので訴訟を起こすという流れになりますね。こうして今までの福永氏は X に対して CP 開示を行うことでアクセスログの入手が成功しました。そしてそこでの開示対象である X はアカウントを作成する際にメールアドレスを入力する方が多くいます。そのためアクセスログと一緒にメールアドレスも入手できることでそのアドレスを使って時短メールを送信したということになります。これが4月から5月頃の訴訟ですが、福永氏が帰国した6月頃の訴訟はこれまでと大きく違います。それは開示請求相手の住所を入手しているということです。合わせて E メールではなく郵便にて手紙で時短要求をしてきてるということです。この点において前回と違います。4月頃の E メール送付、6月頃の郵便ですね。じゃあ時短要求の方法が違ったとして福永氏が AP 開示に成功したかというとそれは違うと思います。 X のアカウントを作成した方はご存知だと思いますが、新規でアカウントを作成する場合メールアドレスか電話番号が必要になります。メールアドレスで登録した人は CP 開示の際にそれを抜き取られてメールで時短を迫られた。これが4月での出来事です。これに対して電話番号で X のアカウントを作成した人、今回のターゲットはこのパターンです。おそらく入手した電話番号を使って弁護士紹介で住所を入手してると思われます。つまり X から入手できた情報によって方法を変えてるだけであって CP 開示のおまけで入手できた情報を使って時短要求しているという点では今までと同じ手法です。では今回時短要求されている方々は福永氏の要求に応えるのか。ついに情報を提供してくれた方々は概ね争う姿勢を示してます。最終的には状況はケースバイケースですし本人の責任によるところなので断言できる話ではありませんが、現状はこれが正解だと思います。理由は水が以前から言ってる通り、相当悪質な投稿でない限り福永氏はリーガルバトルをしないだろうという推測からです。なぜか CP 開示までは費用があまりかかりませんけど、
AP 開示やリーガルバトルになると費用や労力が一気に上がるからです。つまりここから先の対応は福永氏側も費用面労力面でマイナスになる可能性が高いんです。むしろ内容によっては反訴される可能性もあるでしょう。つまり CP 開示までは下手な鉄砲かずちゃ当たる感覚で不特定多数に示談要求してましたけど、 AP 開示から先はその鉄砲台がバカにならないんです。現に速やかに訴訟すると明言してるのにもかかわらず、4月の示談要求に対してできるものならやってみようと反論してるアカウントにすら氏が知る限り訴訟が行われた例は一件もありません。ではここで今年の3月3日 E メールによる示談メールを大量送信する少し前の雪谷氏の発言をプレイバック。リーガルバトルまで時間かかるし大変だが、ヒマル地匠は犯罪行為だから今後も泣き寝入りはしない。僕たち親子に匿名でヒマル地匠の書き込みをした人物に対して、リーガルバトルステージが主会通年上許される限度を超えた侮辱行為として支払いを命じたのは何件もある。匿名なら何でも書き込んでいいというネット環境を変えるべし。あって、おかしいぞ。雪谷氏のクライアントである福永氏は、CP 開示だけして速やかに訴訟提起する相手を放置して、海外へ行ってしまいましたよ。雪谷氏、そこ怒るとこですよ。それとも福永氏の中では何ヶ月先になるかわからない見合いも速やかにというんでしょうか。海外在住期間は長いから日本語がわからなくなっちゃったのかな。改めて言いますが、氏はヒマル中傷の類を肯定してるわけではありません。個々の投稿を見れば確かにこれはヒマル中傷だよねというものも混ざってる可能性はあると思います。でも情報提供をいただいた方の投稿を見る限りはそこまでの悪質性はないと判断します。福永氏は文脈無視してただ単に無職という言葉のみで示談要求してるであろうこと、それと雪谷氏にしろ福永氏にしろ普段の2人の発言が人を責められる SNS の使い方してないよね、要はお互い様だよねってことですという判断のもと、氏は引き続きこの2人からの示談要求に対しては批判的意見であり、示談要求された方には基本的に協力する姿勢を今後も取っていきます。ではスーパーサンクスの紹介です。トム様、スパサナザマス。登録6500人の足音が近づいてきましたな。編集段階であと5人、もうすぐ突破できますね。トム様、スパサナザマス。こちら福永克也氏が匿名アカウントに対する批判へのコメントです。匿名なら何を言ってもいいわけでもないのと同様で、顔出し実名なら何を言ってもやってもいいわけでもないと思うのでしょう。この弁護士やあの親父に限らず、こういう人らはなんか実名なのを免罪符みたいに考えている節が見られますので。逆に言うと、そういう主張をしてる人ほど普段の発言が攻撃的に感じます。おっしゃる通り、顔出し実名がそういう攻撃的発言の免罪符になってると思ってるんでしょうね。トム様、スパサナザマス。なんかこう、ヘズマ氏は嫌われているのを分かった上でインプレ稼ぎと割り切ってる感がありますが、中村親子はあれが面白いと思ってる節が感じられるのが、なんとも哀れというか、主導は親父殿だと思われますので、もっと世間とのズレを補正して将来を見据えた方向性を確立しないと親子共倒れになると思います。ってもう親父殿は息子を切り離しにかかってるんでしたっけ。確かにそれは感じますね。というより雪谷氏がそれを分かっててやってたとしたら、息子をわざと炎上系に仕立て上げてるということなので、むしろそっちの方がドン引きです。子供を教育する過程で自分の行動は自分の責任だと教えるのはいいと思いますけど、実際に自分の子供がやらかしたことをそう言って突き放したら、それはもう虐待の領域だと思います。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。